さあ、これからですね、秋葉さんと一緒にこの津軽海峡フェリーというのに乗ります。秋葉さん、ここまでやっと来ましたね。来ました、福井県から。しかもフェリー乗せるの初めてですから。ですね、秋葉さん初フェリー。初フェリーです。おお、あのフェリー自体は乗ったことありますけど、はい、車ごと乗せるのも初めてです。なるほど、楽しみなんですよ。しかもこのフェリーが、はい、距離が30キロちょっと、38キロ。38キロ、はい。で、あと所要時間が1時間半。1時間半、だから高速ですよね。かなりすごい早く。ただちょっと若干ですね、今日海が湿気ててですね、うん、はい、あの曇ってて雨が降ってるんですよ、はい、なので揺れるがあれなんですけど、はい、なんか先ほどツイキャスではフェリー揺れないから大丈夫ですよなんていうコメントもいただいたんで、うんうん、そうですね、ああ、はい、僕は宗さんと一緒に、はい、いやでも福井から来ましたね、1000キロ。来ましたね。ここから、え、実質何日ぐらいですか。2日間。2日間ですね。おとついが家族の、そうです、結婚式で、結婚式とでしたっけ、はい、はい、です。やっと来ました。今、カメラでですね、ツイキャスをしながらコメント読みながら皆さんと一緒にフェリーの中乗り込んでみたいな、はい、乗りたいと思います。あとは電波があるかどうかもちょっと、なんかでも先ほど地元の方の情報では電波があるっぽいよと、途中真ん中で切れるかもしれないけど、はい、両側から電波拾ってるから、うん、もしかしたら繋がってるかもねっていうような感じなので。そうですね。なので、まあキャスができれば、うん、キャスしながら船の上からキャスができそうな感じがします。はい、ちょっとこれからいよいよ乗るぞ。はい、いよいよ、乗り込みます。乗り込みます。さあ、じゃあスタートでございます。はい、スタートでございます。ここでチケットを見せて、見せてというような感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、すごいピッピ言った、ピッピ言った。そしてこのまま中へ。これが、大観丸という船らしいですね。キャンカーのせいで沈まないですよね。大丈夫じゃないですか。じゃあ宗さんが乗ってるからやばいかもしれない。あ、あ、ね、おお、中が、中はこんな感じだったんですね。こんな感じだ。あの後ろにつけろと。ああ、え、あのお兄さんのところへ。でもここで停車ですか。いや、あそこのお兄さんのところですね。はい、あのお兄さん、あそこで停車ですね。ここで停車して固定する感じ、はい、固定する感じですね。ああ、はい、はい、到着しました。はい、もうここで固定するみたいですね。はい、やった、乗せた。初フェリー、こんな感じになってるんですね。そうですね。で、こっから、あそこから乗客は上に上がっていくと、あの階段で。チケットは持ってった方がいいですか。置いていいんですか。どうなんだろう。一応持ってきますか。はい、そうですね。じゃあそんな感じで、じゃあここで、はい、キャス終わってですね、はい、今度は中の方へ向かってみたいと思います。はい。はい。はい、今ですね、フェリーに乗りまして、ここから上の看板の方に移動したいと思います。秋葉さんは初めてフェリーに乗ると、あ、フェリー、車を積み込んで、だからこの空間に来るのが初めてですよね。よし。で、通常の長距離フェリーよりは若干小ぶりなサイズではあるんですけど、船自体が、どんな感じなんでしょう。僕もこのフェリーは初めてです。エスカレーターがついてるんですよ。はい。僕フェリーでエスカレーターついてるの初めて。初めて。前回 の仙台の時はついてなかったですよね。階段でしたっけ。階段でした。階段。あ、しかもあのほら車積み込みじゃなかったから、はい、まあ、ちょっとワクワクしますね。ですね。船自体も新しいんですかね。かなり新しい匂いしますよね。はい、はい、ということでフェリーの展望のとこ出てきました。デッキのとこ出てきました。これからですね、函館に渡っていきますけれども、ちょっと若干風が強い、そしてですね、雨が降りそうだと、いうことで心配なんですけども、約1時間半進んで、これから向かっていきたいと思います。いやー、楽しみ。さあ、いよいよこれから出発と、函館に向けて出発いたします。さあ、ここでお別れでございます。さあ、いかがでしょうか。このように陸からですね、離れて、いよいよ本州ともさよならでございます。船は今進み始めます。今ですね、後ろの方、そこにですね、おそらく噴射されてケツの方をですね、一回出して、それからバッするのかな、これともここで回転しちゃうんでしょうか。そこがですね、ちょっと分かりませんけれども、離れてきました。みんな本州さようなら。あ、バックですね。船はバックし始めました。ぐる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 とすごいエンジン音がしております。さあ、フェリーもバックでございます。いやー、進み始めました。ここから、38キロで函館、
所要時間1時間半の時間をかけて函館に渡ってまいります。いよいよフェリーに乗せました、これですね、あとフェリーに乗せる機会というのはですね、おそらく、ゴール地点沖縄に行く時ではないかというふうに思っております。5月北海道の旅、いよいよスタートでございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。いやこれから北海道の方々とですね、リアトツ待ちながら、行ってみたいと思います。函館に着いてからもですね、一応海沿いルートを通って、小樽から回り込んでの札幌入りという形になるので、今日のですね、夜12時ぐらいをめどに出発しようかというふうに考えております。大体ですね、高速使うと4時間ぐらいなんですけど、海沿いルートということで、約10時間ぐらいを時間取っております。間でですね、どっかの岬とかでですね、日の出キャスができればと思ってはいるんですけれども、残念ながら曇りと、しかも明日のですね、予報も若干曇りということでですね、日の出見れるかどうかというのがわからないんですけども、その辺もですね、楽しみにしながら、北海道海沿いルート一周2200キロの旅を楽しんでいきたいというふうに思っております。途中ですね、電波通じないところもあるかもわからないんですけども、基本的には、全てですね、ダダ漏れという形で配信をしていきたいと思います。なのでぜひぜひ皆様、お時間のある時にですね、ご覧いただければというふうに思っております。さあ、いよいよここで、船は回転をし始めまして、本州と、お別れという形になります。今僕はですね、大間のフェリーターミナルにおります。今日ね、ちょっとね、来る時にちょっと時間がね、ギリギリにはなってしまったんですけど、無事に乗船できたという形でございます。やっと来ました。この陸送から離れてフェリーに乗せて進んでいく旅がですね、やっと来たぞという感じでございます。道庁からの沖縄だったら面白いと。あ、いや、それはないんですよ。沖縄もですね、フェリーで運ばなきゃいけない関係上ですね、ゴールというのが決まっております。なので、一番最高でも、あ、違う、次行くのがあれですよ。だって北海道庁で終わって、それから海沿いルートを一周してきて、また函館から大間にこの車を戻すわけなんですけども、その後にですね、僕青森から、実は宮崎県まで走っていかなきゃいけないということで、走行距離約2400キロをかけて、宮崎の方に向かいます。なのでまたですね、宮崎、県庁の方に行きますので、ぜひぜひリアドの方をお待ちしたいなと、いうふうに思っております。はい、いよいよですね、北海道函館港の方に入っていきます。もうかなり街並みも見えてきまして、これからですね、トラックの方に乗り込んで、いよいよ、下船の準備という形になります。なのでこれから向かってみたいと思います。さあ、お、開きました。テレテレでゲートが開き始めました。いよいよ函館に到着しました。はい、まだ僕の車の、四角い輪っか、はい、あれは外されてはおりませんけども。ああ、そうですね、車輪止め、車輪止めか。はい、さあ、ゲートがオープン。おお、見えてまいりました。すがすがしい。見えてまいりました。いよいよ開いております。前方にですね、若干カメラで狙ってる人います。あ、イチさんとメグさんだ。これからオイル交換でお世話になる、イチさんと、それから奥様のメグさんと。そうですね、もうカメラを構えてですね、我々の到着を待ってくださっていると、はい、いうような形になっております。はい、あるばる来たぜ函館ということで、お茶漬け食べたくなってね。さあ、では、エンジン始動でございます。さあ、いよいよでございます。順番にですね、出ていくような形になるのかな。さあ、今順番に、はい、順番に、ですね、いよいよスタート。はい、出ます。さあ、出てまいりました。おー、出口でもうカメラ構えてます ね、はい、ね、構えて、あ、何か、プラカードを持ってくださってるみたいですね。あー、本当だ。プラカードをですね、準備していただいてると。あー、これズームできないから、寄れない。秋葉さん、船さん、ようこそ北海道へということで、こんにちは。わーい、イエーイ。さあ、秋葉さん、船さん、ようこそ北海道へと、はい、いうような、形で。ありがたい。2人のこのステッカーのやつもちゃんと貼っといてくれますね。お、1時間かけて作りました。ありがとうございます。これからですね、はい、このイチさんにちょっとお世話になりながらですね、オイル交換を
しに行かないと。そうですね、しばし休憩をして、はい、場所近くですか？15分ぐらい。あ、15分ぐらいで、はい、じゃあちょっと先導していただいて、はいはい、そちらの方に、向かってみたいと思います。はい、はい、じゃあ行きますか。はい、いやすいません、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。